はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。まあ前にもね、ブログネタとか動画ネタどうしよう、どっから撮ってますかっていう話を多分したと思うんですけど、たまにですね、まあ動画ネタもそうなんだけど、ブログなんかでそのトップブロガーの方だったりとか、まあそうじゃなくてもトピックスみたいな感じでランダムで、ちょっと有名じゃない人でも、まあ、面白そうだなというブログの内容がこうね、新着動画のようにこう出たりとかするんですけど、そのネタを、まあネタの丸パクリじゃないけど、あ、これちょっと興味あったから、このことについてブログにしようとか、これをね、まあ動画ネタにしようって思っちゃう時がね、まあただあるただあるって、まあね、怒られるけどね。うん、まあそれはね、まあ動画だと、まあある方の動画でこういうことを言ってましたよとかって言っちゃうんですけど、皆さんちょっとね、そういうところってあります？人のネタをこう自分のものかのように言っちゃうとかさ。まあほとんどの方はしないだろうけど、これちょっとね、私もそう思ってたわみたいな感じでさ、じゃあそのことをブログに書いちゃえとか、まあほとんどはないか。でもまあ、たまにね、その人のそのブログだったり動画に似通っちゃってる場合もありますけど、まあ似ないようにねはしています。多分似てないと思います、多分ね。ただそのものとかを買って、私の方は買っていないので、まあほとんど想像の話だったりするんですけど、買ってみたいなとか、ああしたい、こうしたいって言ってるんだけどね。そういうことってありますか？皆さんご意見いただきたいと思います。今回はちょっとね、短めですけど、ご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。